おはようございます、星野瑠璃です。2020年京都大商店の予想ということで、近年は京都大商店に頭数が揃うということが多くなっていて、去年に引き続き今年も17頭と頭数が揃いました。近年は大荒れという結果になっていて、で今年もメンバーが似たメンバー構成になっているだけに、荒れ決着というのに期待していきたいと思います。で京都は土日とも競馬開催中は雨は降らないかなといった感じです。で日曜日には両馬場になっていそうなので、まあ、それを踏まえて、予想をしていきたいと思います。まずはいつも通りデータから紹介していきます。まずデータその1、菊花賞好走馬。京都大商店は菊花賞で好走したことのある馬の成績がいいです。で去年は不発だったデータなんですが、かなり多いので、まあ、注目のデータになっています。で今年の出走馬で該当する馬は2017年の菊花賞馬の奇跡の1頭のみとなっています。続いてデータその2、前走 G1 組。前走 G1 組は2010年から10年連続で馬券に絡んでいます。で今年の該当馬はダンビュライト、奇跡、シルバンシャー、グローリーベイズの計4頭となっています。続いてデータその3、前走天皇賞春組。前走 G1 組の中でも天皇賞春から直行している馬というのが狙い目になっています。半年近く空いているので、まあ、そもそも該当馬が少ない中での構想になっているので、まあ、ここは狙いやすい馬という感じになりそうです。で今年の該当馬はシルバンシャーの1頭のみとなっています。続いてデータその4、牝馬。こちらが京都大商店に出走した牝馬の成績の一覧となります。過去10年で馬券に絡んだ牝馬は4頭だけとなっていて、まあ、それだけ見ると少ないんですが、で掲示板に入っている馬もそこそこいるということを考えるとあまり軽視はできません。で今年出走する牝馬はカセトラルベル と、ミスマンマミーヤの2頭となっています。続いてデータその5、関東馬。こちらが関東馬の成績の一覧になるんですが、関東馬の成績というのはあんまり良くはありません。オールカマーと毎日王冠があるので、京都大商店に出走してくる関東馬というのは毎年少なくなっているんですが、わざわざ選んで遠征してきたという割には成績が良くないといった感じになっています。で過去10年で見てみると16頭が出走して、馬券に絡んだ馬は16頭中3頭だけとなっています。で関東馬が勝ったという年は1998年の星雲スカイまで遡るということになります。ということでもう20年以上関東馬は京都大商店を勝てていません。なのでまあ関東馬を頭として考えている方は、まあ、注意が必要なデータとなっています。でここからはまとめに入りたいと思います。データから考えても狙い目は、まあ、関西馬で前走 G1 組の馬ということになりそうです。ということで私の本命は1番のダンビュライトにしたいと思います。この馬は去年の2着馬となっています。
で今回は一番枠ということもあり、まあ、展開が向くと思います。で先行馬もかなり少なくって、逃げそうな馬といえば、まあ、ダンビュライトぐらいしかいません。で去年よりも遅いペースで逃げることができそうということになりますので、まあ、展開率を考えてここは本命にしたいと思います。で京都競馬場とも相性がよくって、 G1 レースを除いてみると、木更木町、木更木賞3着、京都記念1着、京都大賞典3着と、まあ、全て馬券内に来ているので、まあ、今回も期待していいと思います。で2番手に挙げたいのが3番のシルバンシャーと、この馬は去年の3着馬になっています。間隔を空けながら走っている馬だけど、今回の天皇賞春からの直行というのは予定通りらしいので、間隔が空いているということは心配しなくていいと思います。池江調教師はまずまず仕上がっていると言っていますが、まあ、この方は状態は万全だなんてめったに言わない方になりますので、まずまず仕上がっているというのなら、まあ、ほぼ万全だと思って良さそうです。グランプリ大好き調教師なので、まあ、最大目標というのは、まあ、おそらく有馬記念となります。で単純にローテーションを考えると、まあ、次はアルゼンチン共和国杯あたりでしょうから、まあ、しっかりと賞金を加算させていく狙いだと思うので、まあ、ここでも2着以内を狙っていると思って、まあ、2番手評価としました。で3番手に挙げたいのが2番の奇跡と、能力を考えると、まあ、本命にしてもいい馬なんですが、乗り換わりで浜中騎手なので、まあ、評価を3番手まで下げました。でこの馬は小馬になってから、まあ、とにかく難しくなって、で2年前の春は川田騎手が、まあ、継続して騎乗して結果を残せるようになりました。それが川田騎手から外国人騎手に乗り換わってからまたおかしくなって、もともとスタートが悪い馬が、まあ、さらに悪くなってしまい、で川田騎手に戻っても、まあ、さらにどか遅れするようになってしまいました。その中で武豊騎手が、まあ、継続して騎乗してまた良くなってきたけど、まあ、ここに来て初騎乗の浜中騎手に乗り換わりというのは、まあ、すごい心配なところです。で内枠に入ったので出遅れてしまったら、まあ、終戦になる可能性が高いということで、まあ、3番手評価とさせてもらいました。もし出遅れた場合、まあ、途中からまくるという戦法もありですが、今年の阪神大賞典みたいになって、まあ、次走にも影響が出たということを考えると、まあ、初打ちのと浜中騎手はそんな無理にはと絶対にしないと読みます。それを考えると、まあ、奇跡はスタートに全てがかかってると思っていいと思います。出遅れた時点で、まあ、諦めましょう。で4番手に挙げたいのが13番のグローリーベイズと、去年の香港バーズは、まあ、かなり強い勝ち方をしました。あの頃の調子があるのなら、まあ、今回のメンバー相手なら余裕で勝てると思います。去年の京都大賞典は6着と負けてしまったけど、デムーロ騎手のちぐはぐな競馬もあったし、ずっと外を回っていたので、まあ、仕方がなかったかなと思います。もともと休み明けから走っている馬だし、京都は得意な馬なので、まあ、ここは巻き返しに期待です。前走の宝塚記念はやや重発表だとはいえ、どう考えても重馬場以上の馬場だったので、まあ、大敗というのは度外視してもいいかなと思います。両馬場ならしっかりと走ってくれるはずです。であとは6番のステイフーリッシュ、15番のパフォーマープロミス、17番のキングオブコージまでということで、解明なんですがかなり難しいので、もう7頭のボックスにしたいと思います。なので3連複ボックスで
1,2,3,6,13,15,17 の35点、まあこれをボックス馬券で買おうかなと思います。あとは当日傾向も踏まえて、当日に馬連や、まあ、穴狙いのワイドなどを買い足そうと思っています。とまた当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減、まあ当日馬の傾向馬などを見て、当日最終的な買い目というのはブログの方に上げたいと思っておりますので、私のブログはツイッターをフォローしていただければブログが見れるようになっております。と最近は連発で当日の傾向馬から万馬券を当てていたりしますので、そちらの方もよろしければ参考にしてみてください。と概要欄にツイッターの ID を貼っておきます。で土曜日に行われるサウジアラビアロイヤルカップの予想というのは、と星野瑠璃のサブチャンネルに上げていますので、まあ、そちらも予想の参考にしていただければなと思います。でサブチャンネルの方も概要欄に貼り付けておきますので、まあ、そちらから見ていただければ分かりやすいかなと思います。じゃあ2020年京都大賞典の予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。